こんにちは、アイです。今日は夢に大好きな人や猫が出てきて朝から幸せ気分というお話です。今朝、目が覚めた時に覚えてる夢があって、その中で大好きな人が出てきて会話をしていたり、猫とじゃれ合ってこう遊んでいたりという、なんかすごい幸せな時間を過ごしていて、で、その気分のままなんか今幸せな気分を感じています。で、夢っていうのはなんかこう頭の中にちょっとこう気になってることだったり、ちょっとこうあることが、なんかそれがこういろんなこう時間とか空間を超えて、もう普段だったら会話しない人、しないような人と会話していたり、飼っていないはずの猫とじゃれ合っていたりと、現実ではないっていうか、もう本当に非現実的な感じなんですが、でもなんかこう自分と接点があるような何かがこうふわふわとこう物語になってて、すごくなんかいい夢を見た時っていうのはすごく朝から嬉しいなっていうか、こう気持ちが良くなるなって感じています。で、反対に仕事とかでちょっとなんか辛いなっていうような時によく見ていた夢が、こう会社の上司が出てくる夢で、なんかもう本当に怒られていたり、なんかこうすごい朝起きると、ああこれ夢でよかったみたいな、本当にこうなんていうんだろう、もう気が休まらないというか、寝てるはずなのにもう頭の中でネガティブな現象がいっぱい起こって、もう休まらなくて朝を迎えるみたいな、そんな夢を見ている時期がありました。でその頃は本当に仕事も大変で、なんかもう身も心も疲れてたんだなと今では思えるんですけれども、頭の中にもそういうこう仕事の大変さだったりネガティブなものがずっと入ってたのかなと思うと、今はめちゃくちゃ幸せの夢を見られるっていうことで、すごく頭の中の中身自体も変わってきたのかなとなんか思います。頭の中っていうと何かこう、いつも同じものが入ってるっていうように思われがちなんですが、体の中が新陳代謝を繰り返しながら細胞とかいろんな器官がこう少しずつ生まれ変わってるのと一緒で、頭の中っていうのもこう精神的なものっていうか、その情報的なものっていうのも、なんかデータの書き換えみたいな感じで、どんどんか変わっていくんじゃないかなって思います。そう思うと、例えばこうなんか自分のデータで、自分に関するデータでなんかネガティブなことばっかりが書かれてるようなファイルがあったとしても、そのファイルを上書きして自分で楽しいことだったり嬉しいことがいっぱい書かれてる、データに書き換えることができるみたいなことを頭の中でやっていくと、そうすると頭の中が嬉しい情報や楽しい情報がいっぱいになって、でそれがなんかこう実際の世界の中でも反映されていくんじゃないかなって思います。頭の中は書き換えが可能っていうことをまず何て言うのかな、こう変わらないっていうんじゃなくて、うまく書き換えすることが可能だっていうふうに思うことができたら、なんか幸せな気持ちだったり楽しい時間だったり、そんなのが増えていくんじゃないかななんて思います。ということで今日は夢に大好きな人や猫が出てきて朝から幸せ気分というお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。